北海道からこんにちは、ポミーヒルフィガーです。ホライゾンゼロドーン続きやっていきたいと思います。いやー、久しぶりです。だいぶ久しぶりにね、今収録してるんで、ちょっとね、操作がやばそうなんですけど、全然覚えてねえや。ということで、久しぶりなんですけども、今日はですね、メインシナリオを久しぶりに進めていきたいと思います。いや、このままだとね、一体いつになったらクリアするんだっていうね超スローペース、ほんとね、年明けちゃうんじゃないかっていうペースなので、若干ね、若干になってしまうと思うんですけれども、ペースを上げてね、やっていきたいと思います。で、クエスト、こちら、トムライって読むのかな、トムライの穴、あ、そうエリザベト・ソドクっていう、なんかご先祖様みたいな感じの女性がね、あのプロジェクトゼロドーンっていうなんか施策を試みまして、それが一体何なのかっていうのを調べに行くんだよね。はい、ってことで、マップの右上、一番上ですね。近いところはここかな、この焚き火か。じゃあここまでちょっと移動してやっていきたいと思います。操作大丈夫かな。まず、これね、そう一番大好きな槍、あと、あ、これ、あ、罰がジャンプか。わかんなくないぞ。まあいいや、やっていきましょう。よーし、じゃあ、歩いていきましょうか。あれ、花取ろうとしたら前転しちゃったな。三角ね。はいはいはい。ちょっとずつ思い出していきましょう。なんかね、編集してて思ったんですけど、最近、直近のね、このホライゾンゼロドーンの動画だと、まあまあなんか操作上手くなってきたなーって、勝手に思ってたんですけど、なんか、また下手になっちゃったんじゃないかな。うわー、鳥いる、鳥、やばい。鳥が一番嫌い。うわー、早速いるなー。いやー、久しぶりだな。いけるかな。あー、失敗した。こっち見て、こっち見て。いやー、ちょっと本当に感覚ないな。こっちだよ。うわー、やっちまったー。ダメだ、操作が全然動いてない。やば、これはだいぶ思いやられるな。やばそう。いや、すごいな、もう雪山、そしてね、敵しかいないわ。ずっと隠れながら行ってますけど、これ結構かかりそうだな、時間。このペースだとちょっとな、時間かかるんだろうな。走るか。うわー、ウォッチャ。よーし、当たった。ういー、なんかこんなとこに人がいる。誰や、お前は誰や。商人、こんな寒い雪山の中に商人、よくまあこんなとこで商売やってんな。おい、商売上がったりじゃねえかこれ。いや、ちょっと待って、これ悪意あるな。ここ道なんだぜ、こんだけ生息地なのに。普通の道なんだぜここ、ありえんわ。チャージャーバッチリいるけど、戦わなきゃまずいかな。でもなんか、食事に夢中になってるから大丈夫かな。こっそりいけないかな、横から。いけるかも。いけ、逃げろ。お、ラッキー、鉄の花じゃん。こんなところに。
マークワンゲッツ。普通じゃないな。普通じゃないね。ちょっと、やべ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 、鳥いるじゃん鳥。やべ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 えな、これやっといた方がいいな絶対。おしまいだ。やばい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 、逃げろ逃げろ逃げろ、隠れろ隠れろ、よしいいよ、いい感じ。ヒットアンドウェイで行こう、もうそれしかない。くそ外した、いけ、ダメか、やばいやばい、隠れろ隠れろ、よしよしよし、よし、オッケー、今だ今だ、いけるいけるいける、よしもう一発、あー惜しい、うわー、よし倒した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 、よしよし、1匹倒した、まだ2匹ぐらいいるんだよ、2匹ぐらい、やばい、とりあえず進むの平気、よし、よし、オッケー、よーしよ、調子いい、久しぶりの割に調子いいよ。いやすげえな、川が氷張ってるみたいになっちゃっても、怖っ、こんなん氷破けたら終わりじゃん立ち入り禁止よこんなん、危なっ、あいるな、あっちにも敵がたくさんいらっしゃる、ここはね全部基本的にはスルー、触らぬ神になんとやらってやつで、なんかすごいね、もうなんかどこまで登るんだろうこれ、よーし、もうちょっとで着きそうだけど、なんかすごいなここ、機械がなんかいっぱい落ちてますみたいな、廃墟的な感じ、ゴミ捨て場みたいになってるのかな、違うよね、なんて言ったんだろう、なんかここに施設があったのか、なんかすげえな、違うなこれ、もともとでっかい、ものすごいでかい機械があったって感じかな、そんな感じしない、やば、これが全部機械、いにしえの施設だって、ここで合ってんのかな、入り口これかなぽいね、ついたついたついた、じゃあ早速中探索していきたいと思いますが、あれ何、敵じゃないよね、なんかウォッチャーみたいな目みたいのあるけど違うね、よしオッケー行きましょう、中にもいるな、中にもいるな、あいるいる、山賊いるわ、山賊、山賊的な、あーマガツキいるわ、いやーねー、ただの山賊じゃないね、カルト団員だね、よしオッケー、こうなる運命、うわー、よし、オッケー、部屋の中を見て回ろう、あと大丈夫かな、よし、なんかデータポイントみたいのがいっぱいあるからちょっと見ておこうかな、ワンダリ軍曹、何この音声、戦争してる感じだね、打ち合いって感じか、まるで時が止まってしまったよう、バンダナサライゴチュ、
状態戦士。状態までわかるんだ。エイムス・グリエフ軍曹。何ですか、注意。無理だった。タイタンが防衛線を突破して接近中だ。タイタン。タイタンってのも敵かな。息がよくて怒ってんね。ここでじっとしていたらあいつにやられちゃうぞ。なんとしてでもハッチを守るんだ。それから攻め返せ。何の戦いだろう。はあ、サイレンス見えてるか。なんだ。お、またあの人。ここで死んだんだ。よくあることだろう。もっと面白いものはないのか。いやいや、面白いって不謹慎だなお前。ヤーナ・ミルズ伍長。それじゃあ今日も靴の勝利作戦の開始といく。30秒後に接触。ああ、30秒あればゼロドームを完成するね。ゼロドーム完成。どうやらここまであんたたちと戦えて最高だったよ。完成っていうことは物の名前なのか作戦名とかそういうことじゃないんだな。うわ、なんかすごいな音が。別の勝利作戦か。どういう意味だ。なんであれいい結果にはならなかったようだな。確かに相当苦労してるもんね。すんなりなんか丸く収まったそういう感じではないよね。さて奥には何があるんでしょうね。ここ何降りるのかな。どっちに行くのこれ。こうか、下行くのね。ちょっとカメラワークが。おー、危ない。明るくなった。え、明るくなったり暗くなったり。なんだろう、なんかこう透けてんのかな。ついた。そのうち使う。なんか下が深いのか浅いのかよくわかんないな。深そうではある。水っぽい気もするな。大丈夫かな。降りるよ。とりあえずこの上に登るんだな多分な。こうか。 OKOKOK。ほんで狭み。ログアコスタ伍長。記録、カリフォルニア海軍第3戦母、太平洋からスワームが襲ってきた。スワームが襲ってきた。そして地元のミニットマンか狂気の15戦隊が。ごめん全然意味わかんねえ。ボビベルトを焼き払った。海がカタカナの意味が全くわからんわ。そして全てが焼けたおでまみれのロボットたちが攻撃してきた。まあ、とにかくロボットが暴れてるってことだよね。スワームの計算修正までの数時間奴らを殴り殺してやった。内地におびき寄せガルマール中に散らばらせた。ビルを落として電子パルスを浴びせる。いつも通りの手順だ。最後にカリフォルニアにいたのは確か5、6歳。40年代はまだソーシャルネットフィルターがどこでも流行ってたっけ。全然わかんないわ。知りません。これはこれもアコスタ伍長 B。 記録。東海岸での最初の戦いは、はい、蒸気戦となった。そうでしょうか。カルマール以前のことだが状況は東の方がひどかった。ミニットマンの訓練のために3週間沿岸の町に派遣された。ミニットマンって誰だおい。降り続く雨、ヨーロッパがやられたせいだ。立ち並ぶ 3D プリントの仮設兵舎、主力部隊の攻撃を受ける時までプリントしてた。ミニットマン、彼らが住んでいた場所で戦闘訓練を行った。真面目に訓練すれば少しは長生きできるとごまかしてね。実際そうなったら最悪だというのに、彼らは私たちが何か知っていると思い込んでゼロドーンの質問をする。
実際こんなことしてたら自分もロボットになってしまう。奴らは学習していくが、人間はどうだろうな。急に皮肉な話して終わったな、おい。なんかデータがいっぱいあんな。フィオーナ・ミュレル注意からのボイス。いいか、翔くん。基本方針115条を思い出してくれ。元気ですね、ミュレルさん。無許可での処理サイクルの使用に関して記載されている項目だ。特に 115C にある直接軍事訓練や効率に関連しない全てのホログラフィックシミュレーションについてな。肝に銘じておくように。それじゃあ楽しんで。あ、はい、ありがとうございます。ここにもあるね。これはごめんよ、グリエフ軍曹からのボイスメール。長いこと連絡できなかった、ごめんよ。本当だな。毎回任務が長引いていって厳しくなっている。それに敵に動きを読まれるようになった。敵ってやっぱロボットだよね。一人減るごとに10倍働かないとならなくなる。いわば景気の悪い家業だよ。ただ彼らは家族じゃないし、君もいないしね。僕は今でもたまに思い出すんだ、君といた時のことを。昔はみんなよく顔を合わせてたし、まだ希望を持っていた。それも今や消え去りそうだ。何を守ろうとしているのかすらもうわからない。唯一わかるのは君のために戦ってるってこと。全然関心ねえな、お前。そして正体すらわからない。グリフ軍曹のこのボイスメール全く興味ねえな、お前。もう少しだけ。これもグリフ軍曹だね。頼りをありがとう。ここじゃ時間が経つのが早い。タイに入って4ヶ月でもう20回は派遣されている。相当戦ってますね。威勢のいい志願兵たちと一緒に戦い続けてる。訓練じゃこう言われたそうだ。俺が DEW だ。全然話聞いてないな、お前。ま、それでもなんとかまとまってる。第6 MRB とリチウムビーチでホルスを倒した。あのデカブツが倒れる姿、本当にすごかった。ニュースになってるといいな。まだチャンスがあるってことを示せたんだ。プロジェクトゼロドーンに必要な時間さえ稼げれば、全て昔みたいに戻るはずだった。ゼロドーンをやるためには、やるっていうか作るのかな、そのために時間を稼いでたんだ、みんなで。多分そういうことかな。いまいちピンとこないんだけど、でもそんな感じのこと言ってるよね。ここの下行くのかな、ちょっとわかんないな。サライ5丁。これはボイスじゃないんだね。データってことで。やっぱりさっきの下に行くのかな。ここを下に行くって感じかな。よっ。いや、暗いな。奥があんまり見えない。合ってんのかな。それすら謎なんだけど。今んとこ敵がいないんだよな。本当にあの入り口にしかいなかったな。出てくるのかな。あ、何これ、なんか配管が。この線が電源につながってる。配管じゃなくてケーブルか。はいはいはい。これを開けたいのかな。電力がないってこと。電力がない、なるほど。これを供給しなきゃいけないってことは、こっち側につながってるからこっちですね。なんだこれ。なんかいっぱいあるよ。とりあえず向こうに行かなきゃダメっぽいよね。じゃあ行きます。行けるかな。よっ、おー、ギリ行けたわ。こういうのを見るのは子供の時以来だ。きっと何かの暗号だ。ああ、確かに。スキャンしてみた方がいいかも。こういうのやったの、ちっちゃい時のやつだもんね。ホロロック、あったね。懐かしいわ。これは使えそうだ。これは使えそう。ああ、この形にするのかな。上下左右。でもさ、
え、どういうこと？上下左右。こっちから順でいいのかな？上、下、左、ちゃ。で、ここを左、で、右。電線3本。OK。合ってた。電線3本。あと2箇所あんの？これ。マジか。どっから、こっから降りていいのかな？合ってます？おー、怖い。よく乗ったな、お前。乗ったはいいけど、どうやって降りる？おい。オッケー。あー、怖かった。これ何？いや、きっとみんな、地熱システムの再起動方法を知りたがるだろ？こうするんだよ。どうするの？俺は夏に北へ飛んで、春は東へ飛んで、秋は西へ飛んで、はい、冬は南へ飛ぶ。北、東、西、南。ジェジテクのマイク様の口からこんな美しい詩が聞けるとは思ってなかった。期待を裏切る、それが俺様ってやつ。なるほど。ここには何も載ってないから、今の音声の通りにやればいいってことで合ってるんでしょうかね。北、東、ジェジテクのマイク様の口からこんな美しい詩が聞けるとは思ってなかった。西、期待を裏切る、それが俺様ってやつで、南、これでいいかな。あれ違う。あれ、春夏秋冬がどうなってるのかがよくわかんないな。ちょっと他も見てみようか。うわー、落ちるんかい。じゃあもう一個の方を見ていきましょう。これは乗ってる？ああ、役に立ちそう。上下下かな。これで合ってる。これで2つ。オッケー。じゃあさっきの間ね、東西南北、あれがなんかちょっとピンとこないんだけど、順番わかんない。逆にしてみる。で、こっちを西にして、ちゃ。そっちじゃない。一個右や。こっちを西にして、で、これを南にすると。どう？よし、これでいい。ああ、よかった。逆だったんだね。オッケー。なんかついてる。これ回せばいいのかな？開くね。よし。敵はやめてよ、敵は。え？いやー、敵いるじゃん。言ってるそばからいるじゃん。うわ、めっちゃいるじゃん。マジか。